よし、みんな寝てるな。まさかお父さん以外で初めて見るのが自分のとは。お、小林さん、お帰りなさい。もう、遅くなるなら言ってくださいよ。あ、うん、ごめん。どうしました小林さん、顔真っ赤ですよ。え、あ、風邪ですかね。大丈夫だよ。ほう、え、なんで、なんでこんなトールにドキドキするんだ。もしかして私、トールに浴場してる。とにかく服着て。うん、うまい。今はもう考えるのやめよう。あれ、この感じ前にも。惚れ薬。途中から気づいてましたよ。小林さんは今あれがついている。イルルにやられたんですね。かわいそうな小林さん。トールが直してあげます。でもその前にチャンスを生かすトールです。心と心でつながった後は体ですよ。さあ小林さん、すべてをトールに。なんかすごく冷めてる。メイド服脱いだ。ないわ。トール、男視点でメイドの良さ一から語るね。